はい、どうも、コミです。さあ、今日はですね、投下弊社に関する、働きのところを見ていこうかなというふうに思っています。投下弊社、僕ね、実はあんま使ってないんですよ。ペッカ2体出てくるって聞いてるんだけど、どうもね、ランチャーとかシューター、あと突撃艦に偏ってるんですよね。まあ、ドリルもね、この前動画上げましたけども、まあ、そんなに言って使ってはいない。で、ちょっと今日はですね、とはいえ、この投下弊社どんだけなのっていうところを、ちょっと皆さんと一緒に考えていこうかなというふうに思っている動画です。まあ、なので見てもらうと、投下弊社のね、強みだったりとか、あとは投下弊社の仕事量ってどれぐらい期待できるのっていうところがね、分かってもらえて、使ってみようっていうモチベーションになるかもしれないので、ぜひ最後までご覧いただいて、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今日のまず1本目はこれですね。こちらのアタック。ダミアンさんの一撃なんですけども、これタンフォール側から、ルートライダーを流し込んでいくタイプのアタックです。で、投下弊社でこのね、サイドのカットをしていくわけなんですけども、どれぐらいのカットになるかって感じですね。これ、まず、スーパーパパを出して、で、この大砲の竹がね、投下弊社本体に入んないように、一旦竹取ってからペッカが出てくるのを待ちますね。で、逆サイドはアーチャークイーン。で、バーバリアンキングはこれ真ん中のね、タンフォールのところに突撃させる形で使っていて、上方面はアーチャークイーンが短期。で、下方面はペッカ2体プラスウィザード大量と。という格好でね、攻め上がっていきます。で、まあ、この真ん中の舞台もね、ちゃんとね、こう、ヒーリングトームがこれ効いてんのかな、うん、効いてるから、ちゃんとターンポイズンを回避してるとかいうのも、まあ大事なんですけど、見てほしいのはここです。これ、アーチャークイーンがいるじゃないですか。ペッカ2体いると、こいつを楽勝で殴り倒すんですね、こういう風に。すんごくないですか、これ。で、このペッカ2体と、中から出てきたバルキリーを盾にして、ロイヤルチャンピオンが今入り込んでますよね。で、ペッカ、今これでやっとね、2体目の体力がもうギリギリになって、これでやられちゃうかな、どうかなっていう感じになってるわけなんですけども、やっぱりね、今までこのアチャクイとかが出てきちゃうと、もう一撃でペッカってやっぱ負けちゃってたんですよね。防衛のダメージ集中して食らっちゃって。でも、今度2体いるから、1体が一撃受けてる間に、それぞれのペッカが、その一発ずつゴンゴンって入れるわけじゃないですか。もうそれでアチャクイダウンするんですよね。まあ厳密に言えばそれだけじゃダウンしないんだけど、まあほぼダウンですよ。だそれぐらいペッカ2体いることによって、その1体が耐えている間にもう1体、が、その、を含めた2体のペッカが壊してくれる、または倒してくれる相手の防衛の数と量っていうのが結構すごいって話なんですね。ちょっとこちらのリプレイもぜひ見てもらいたいと思いますので、どうぞ。リュータさんがね、珍しく投下使ってるなと思ったんですね。普段はそんなに、まあ、これまでは見なかったんですけども、投下弊社のパターンで、やっぱりスパーババでタギを取ってから投下弊社ですね。で、だからペッカ2体が出てくるわけなんですが、このペッカ2体が、どんだけ仕事をするのって話ですね。壁の中に入っていって、後ろからウィザードもついてるんで、こうサイドカットの効果たるやすごいんですよね、本当に。マジでバカにならないぐらいこれが伸びるっていう。で、外周にいるウィザードたちも、まあ、たかだか大砲の攻撃ぐらいだけだったら、まあ、大した、なんていうのかな、影響がないんですよね。普通にこう大砲をウィザードが殴り倒していきますよね。で、ペッカがルートライターと合流して、まだまだ攻め込んでいきます。ちなみにこれ面白いですね。モノイス、あとは、投石タウンホールを、一旦、なんだっけ、グローで止めて、なんだっけ、スーパーグローじゃなくて、はい。で、止めて、で、火力を低くしてね、ユニットたちが、まあ、その周辺を壊してからタウンホール壊すように仕向けてますね。こうタイミングを測るの難しいんですけど。すごくうまい。で、ロイヤルチャンピオンはこうペッカたちが壊してきてくれたところに横から入り込む形で攻め上がっていくわけなんですけども、ほらこれしっかりとペッカたちはいなくはなっているものの、この部分上方面のカットってかなり仕事をしていてくれましたよね。だからペッカたちの仕事量っていうのがちょっとね、もう一回このアタック見てみましょうか。僕が想定していた以上にすごい。で、火力が多少高くても、ペッカたちって、まあ、そもそも体力と攻撃力が高いので、そこ2体言えば乗り越えていけちゃうんですよね。本当にね、そこのパワーが違うんですよ。これですよね。これ、ペッカ1体パターンだったら、おそらく、ここら辺のクロスボウとかのダメージが集中するこの辺りで落ちると思うんですけど、2体にまあ分散しているっていうこともそうだし、その、ね、分散しながら2体の攻撃力は生きてるって感じ。これね、クロスボウとか一瞬で殴り壊すじゃないですか。で、ここもまあルートライダーがいたりもしますけど、ウィザードとペッカで簡単にマルチアーチャータワーっていう超高体力の防衛を殴り壊すわけですよ。で、ここまだまだペッカ2体いて、で、モノリスのタゲを食らっちゃうんで、この辺でね、やっぱまあダウンになっちゃうわけなんですけども、はい、ここまで仕事をするわけですね。すごいんですよ、仕事量が。
だからここの部分の仕事をするっていう感じ。まあ、ちょっとね、まあ、ルートライダーも、まあ、絡んではいるけど、この働きを見る限り、なんか、投下弊社型の、ルートライダー、ちょっと僕あんまり使ったことないんですけど、これ使ってみてもいいかなっていう気がしました。マジで。他の多分 YouTuber の方は結構これ紹介してる人も多いんじゃないかな。それは知ってたんですけどね、自分であんまり使ってみようと思ってなかったんだけど、結構強いなっていう感じですね。ちなみに装備は、リュウタさんはホグ人形か。で、なんか、これ開いちゃったら閉まんなくなった。他のものが見えなくなりましたけども。はい。まあ、ロイヤルチャンピオンとね、ペッカの相性も当然いいし、縦役とここ役っていう感じでね。はい。割と使い道は広そうかなと思います。で、ちょっとまあ、これと比較する、そのアタックとしては、ランチャー、ウッドランチャーですよね。あれがどれくらいの仕事量をするのかっていうところと結構、比較になることが多いのかなと思うんで、そっちも見ていこうと思うんですけども、ちょっと僕のアタックこれなんですが、ご覧ください。どうぞ。まあ、ボックス配置ですね。さっきのアタックとは違って、この、タンクホール側と真逆の、方から攻め上がっていきます。両サイドにルートライダーダシーのネクロ。で、中央にもうルートライダードバダシーですね。で、バルーン当ててあげて、ヒーラー出してって感じで、これ、ランチャーなんですけど、ランチャーの仕事どうなんだろうね、これ。ランチャーをゴリ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 こう、押し込んでいって、ここまではなんかそんな仕事をしてるようには見えないですよね。で、この後ゴリゴリ押し込んでいって、相手のアーチャークイーンをランチャーが倒してくれたのかな。この仕事はちょっと大きいか。で、壁を結構壊してくれてるけど、まあ、ルートライダーがここまで進んでいるところを見ると、そんなに壁壊しの能力が、ランチャーじゃなければいけないっていうほど、このアタックにおいて働いているとは言いにくいのかな。ここの奥の壁をまあ壊すのはね、まあ、結構これはいい仕事をしてくれたと思うんですけど、でもランチャーでなくても、やっぱルートライダーここまで来てますからね、こういう風に。そんなに別に、まあ、最後一層壊しきれなかったか、いなかったら。まあ、そのくらいですよね。はい。でもロイヤルチャンピオンは結果的にはタウンホールにアプローチしてるからあんま関係ないですね、これね。ロイちゃんで殴り壊せましたね、イエティがいなくても。っていう感じなんですよね。で、こうなってくると、ランチャー、まあ、今のこのアタックではそんなにランチャーである必要はなかったんですが、もう一個考えておかないといけないのはスケルトントラップですね。今、このアタックの序盤であったここら辺に、スケルトンがいっぱい出てきたりとか、あとは、中から出てくる援軍、これか、援軍がネクロマンサーだった場合に、スケルトンが大量にこの辺に集合します。で、そういう場合には、ヒーローの足が完全に止まっちゃうんですね。っていうことで、ウッドランチャーを使うと、そういったスケルトンとか小粒なユニットをガーッと全部吹っ飛ばすことができちゃうんですけど、こうやって。吹っ飛ばすことができちゃうんですけど、投下弊社持ってた場合、その機能がなくなるので、中央に混ぜる部隊に、少しね、バルキリーを混ぜておくようなことをするといいのかもしれないですね。そうするとネコロマンサーとか、スケルトンが来てもあんま怖くなくて、ちゃんと、そこをバルキリーが処理してくれるっていうね、まあ、ランチャーであることの意味合いっていうのがこう生まれてくるかもしれないというところなんじゃないかと思います。で、総じて言うと、まあ、今のところはちょっとどうだろうな。まだ好みのレベルなのかなという気がしますけどね、僕は。でも、まあ、投下弊社って144ユニット？結構なコストのユニットが出てくるわけですよ。144コストかな？なんかもうちょっとあった気もする。ペッカ増えたからもっとか。それだけのコストのユニットが出てくるんで、まあ、普通に考えたら弱いわけないんですよね。だからこれぐらい強くなるとサイドカット役の、投下弊社ありなのかなっていう気も。で、じゃあ、ちょっと比較として、このアタックにおける、そのサイドカット、要は、ここルートライト出してから、ネクロマンサー出してますけども、こいつらがどれぐらいの仕事をしたのかってところもちょっとね、見ていこうかなと思います。ちょっと、画面広くして両方のカットが見えるようにしますね。まあ、中央のこの部隊に注目がいきますけど、まあ、ここは一旦置いといて、ここ、とここに注目してください。はい。まあ、当然ね、このネクロが刺さる配置かどうかっていうのはあると思いますが、まあ、そこはちょっとね、あしからず、もうこのアタックであった場合はっていう感じで考えてほしいんですけど、まあ、ネクロマンサーでも外周結構ゴリ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 いってますよね。しっかりと仕事をしてくれていってます。ネクロマンサーまだ生き残っているので、全然今までのここまでの状況は別にネクロマンサーで良かったかなっていう感じがしますが、さあ、ただここでネクロが全部落とされてしまいました。上方面はいない。下方面は1体2体生き残ってるって感じですね。上はもうネクロがいなくなって、いや、1体いるか、ここにいるね。いるいる、まだいるね。はい。ネクロがちゃんとカットはしてくれてますね。外周側を。下側は1
体いなくなっちゃったかな。でも上側はどうだろう、上側のネクロはまだ健在、いや、いない、さすがにいないか、うん、消えてますね。はい、だからこれでいくとどうなんだろうな、ネクロマンサーの仕事も、まあ、よっぽどここに迫撃砲が あってネクロを狙い撃ちしてくるとか、序盤でマルチインフェルノに当たっちゃうとかいう形でない限りは、まあ、それなりに仕事はどうやらするみたいですね。まあ、だからなんだろう、やっぱりサイドカットでネクロでできるようなところはネクロを使ってもいい、だからランチャーをその中央に入れてもいい、お好みっていう形になるのかな。ただまあ言ったようにマルチインフェルノとかがこのサイドにこういうとこね、角にこういうとこに出てきちゃったりして、ネクロマンサーが進軍できないような場所がもう序盤にあったりする場合にはネクロを使っても当然無駄骨になっちゃうので、まあそれこそねスケルトンなだけに、そこは投下兵舎を使ってペッカとウィザードで押していくっていう方がまあ正解かなっていうところですね。はい、まあ難しいよね。ここ僕未だにね、あんまり答えという答えが出てないんですよ、自分の中でも。だからちょっと今回皆さんとしてこう考えていきたいなと思ってるのが、まあ動画撮ったきっかけで、どう見えましたかね、投下兵舎と、まあランチャー。まあ、シューターとかと比較してもいいんだけど、まあランチャーと比較するのが多分一番、比較の仕方としてはフェアかなと思ったんで、まあ僕はそっちを選んで、こうね、紹介していきましたけども、なんかね、こう気づいたことがあったらぜひ、コメント欄でも教えてもらえたらなというふうに思います。で、まあ、一応今日の僕の結論は、序盤にネクロが出せないようなマルチの、マルチインフェルノとかね、そういう防衛がある場合には、マルチアーチャー多分そうかな。あったりする場合には、投下兵舎をカットに使った方がいいのかなっていうふうに思ったのが1点と、そうでない場合には、まあ、ネクロマンサーでいいのかなという気が個人的にはしましたね。はい。まあ、それが今日の結論かなと思います。自分なりの。ぜひ参考に、ね、してもらえたらなというふうに思いますし、コメントもぜひぜひお待ちしております。では、ちょっとね、今日は少しまあ考察チックな、ね、締め方になりましたけども、どうだったでしょうか。ああ、なるほどなと考えさせられるポイント、もしあったり、あうんうんとね、こう納得してもらえるポイントがあったり、面白かったなと思えたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、今日も最後まで動画ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。